実は厳しく育てた方が良い守護神を持っている子供と、厳しく育てない方が良い守護神を持っている子供がいるんですよ。どっちが正解だと思います？厳しく育てることが正解なのか、それとも子供は厳しく育てない方が正解なのか、どっちでしょう？かつての日本っていうのは子供はですね、厳しく育ててたんですね。はい、ところが Z 世代とかね、まあいろんな世代によってで最近は子供を厳しく育てない方がいいというふうになってきておりますけれども、どっちが正解だと思います？でこれって多分賛否あると思うんですよ。厳しく育てた方がいい、厳しく育てない方がいいという賛否があると思うんですけれども、実はですねこれって子供によって違うんですね。はい、実は厳しく育てた方が良い守護神を持っている子供と、厳しく育てない方が良い守護神を持っている子供がいるんですよ。だから親の教育は根本的に適当なんです。自分が厳しく育てた方がいいと思うから厳しく育てているだけであって、だから3人子供がいたら全員厳しくやるのはこれ適当ですね。子供によって違うんですね。この子には厳しく、この子には厳しくしないっていう。すると自分の子供のですね、守護神が分かればどういうふうに育てていけばいいのかっていうことが分かるんです。縦に割って左側の人たち、この人たちは厳しく育ててはいけません。逆にこの右側の子供たちは、ね、自立を促すように厳しく育てていった方がいい子なんですよ。まあ、このようにですね、社会一般的に昔は子供は厳しく取り締まりながらね育てるんだということが正しかった道徳です。今は子供は褒めちぎって育てた方がいいですよという一般的な考え方になるんですね。はい、ですから私は言ってます、道徳では片手落ちだと。だって厳しく育てた方がいいという反面、厳しく育てない方がいい人たちがいるんだから片手落ちでしょ。そこで私がですね作ったね新しい道徳、パーソナルモラルというね商標を取っておりますけれども、それぞれのですね個人に合った実はモラルというものが存在するんですよということです。サイというタイプの子供なんですけど、このタイプの子供はもし100点取ったらね、おお100点取ったんだすごいねおめでとう、はい、これをやったら努力することをやめます。それどうしてか、どんなに頑張ってもね評価してくれないと思うんです。いやおめでとうって言ったじゃない、それじゃダメなんです。サイの子供たちはですね形のある結果を残したいんですね。はい、ですから形のある結果は形のあるもので評価しなきゃいけないので、サイの子供たちはいいですか、100点取ったらお小遣いおやつなんですよ。形のある評価をしなきゃいけないんです。ですからサイの子供たちを育てるのはすごく簡単で、ね、ゲームやめなさい、早く寝なさい、早く起きなさい、これじゃダメなんです。どうしたらいいか、はい、部屋にですね張り紙をします。100点取ったら1000円、90点取ったら900円、80点取ったら800円、60点以下はお風呂の掃除、罰も与えなきゃいけないんですよ、サイの子供は。はい、ところがですねこれをできないのが法の親なんです。どうしてかって、法の人たちは、人をですね物で操られるような人間になってもらいたくないと思ってます。だから人参をぶら下げるような教育、やり方教育を嫌うんですよ。どうしてかって、法の人たちはあり方を大切にするから。さあ皆さん、私が言ってることはどうでしょう、ね、つまりね、
法の子供が100点取ったら、それはおやつとかお小遣いあげる、それ喜ぶよ子供だから。でもそれ以上に喜ぶことがある、それ何かって、愛メッセージなんです。主語があなたじゃなくて私なんですね。つまりこうなんです。ママ100点取ったって来たらどうするか。嬉しいママ、嬉しいママの宝物。ママが嬉しいんです。ママの宝物なんです。これ何を与えた？愛情。そう、情を与える。法の子供には情を与える。才の子供にはね、形のあるものを与えるというふうに、子供の教育も、はい、違うんですね。はい、子供の子育てで悩んでるあなた、それはどうしてですか？そう、それは、はい、学んでないからです。